ナキアは、古代メソポタミア地方、新アッシリア時代の王センナケリブの側室の一人、エサルハドンの母でアッシュルバニパルの祖母にあたる。王母としてアッシリア宮廷に、陰然たる、影響力を振るった。彼女を表した浮き彫り彫,彫刻も発見されており、これは古代オリエントに生きた女性としては、けうな例である。ナキアとは、純潔を意味するにし、セム系の名前である。 同じ意味のアッカド語のザクトの名で呼ばれることも多い。彼女の出身地については明らかではないが、その名前から、シリア地方出身者との説がある。また、紀元前701年に敗戦国となった、ユダ王国のヒゼキヤがセンナケリブに送った女性の一人が、泣きアダったする説もある。家族についてはほぼ知られていないが、アビラミという姉妹がいた。ナキアはおそらくバビロニアで生まれたが、 彼女の家族は、ハラン地域の出身の可能性がある。西方の出だとする考察は、泣き屋が王の後ろに立って描かれている、ルーブル美術館の所蔵するブロンズのレリーフの断片に基づく。彼女は左手に鏡を持ち、右手に植物を持っている。学者たちは、鏡を持った女性のモチーフは、シリア・アナトリア起源であり、ここで初めて、 アッシュリア美術に登場すると指摘している。彼女はセンナケリブの高級に入り、紀元前713年頃に息子、エサルハドンを生んでいる。紀元前694年にセンナケリブの長子アッシュル、ナギン趣味がバビロニアで、エラムとの戦闘に敗れ行方不明になると、センナケリブは、およそ11年間、停止を決めなかった。最終的に彼は、順当ならば、 後継者に選ばれるはずだった、最年長の息子であるアルダム立志を差し置いて、エサルハドンを王太子に選んだ。しかし、エサルハドンは王子の中でも最年少であり、また、幼少時より病弱であったため、この決定は、他の王子たちに強い反発を生み出した。エサルハドンが王太子であった2年間、彼と母親の泣きやは地位を守るために奮闘せざるを得なかった。 最終的にエサルハドンは身を隠すことを余儀なくされた。泣きアはエサルハドンの昇格まで記録には登場しない。また、泣きアが王妃の地位を得たかどうかも定かではない。後にエサルハドンが残した秘文によれば、兄たちが盛んに彼を中傷して不王に残言を繰り返したので、彼は身の危険を感じて首都を脱出し、アナトリア半島へと身を隠した。そして、 紀元前681年、センナケリーブは、アルダム・リッシュなどの他の王子によって暗殺された。その後の王位継承争いで、エサルハドンは勝利し、兄たちを追放、あるいは殺害して、王位を継承した。この一連の事件、特にエサルハドンの首都脱出や、センナケリーブ暗殺には泣きアも関与していた可能性がある。夫が殺害された時、 そしてその後の一連の騒乱期を通して、泣き屋は、ニネベの王宮にいた。その間、彼女は未来に関する多数の予言を得た。現存する情報の大半は、息子エサルハドンの知性が始まってからのものである。この時代のものとしては、泣き屋宛ての手紙及び泣き屋に言及した手紙がある。また、泣き屋がエサルハドンのために建てた宮殿の碑文、二つの剣の碑文のほか、 彼女がとても裕福で多くの使用人を抱えていたことを示す行政、経済文書もある。息子が亡くなった時、彼女は孫のアッシュルバニパルへの忠誠を制約させた。その後亡き矢は、長名を保ったかもしれないが、公的活動の資料としては、これが最後のものである。エサルハドン即位後の知性は、亡き矢に大きな影響を受けた。亡き矢は、 王宮の一部を占有し、息子の健康に関する定期的な報告を受けていた。ナキアは、エサルハドンの治世中に、神殿の建築など従来国王の先見事項とされていた事業を取り行うなどしており、ある面では王に匹敵する政治的発言権を保持していたと考えられる。彼女は息子、エサルハドンを支えるべく様々な処置を講じており、 エサルハドンの宮殿の造営に際して、調度品を用意するなどしたほか、病気がちであったエサルハドンが病に倒れている期間や、遠征で不在の時期には、エサルハドンに代わって、政務を担当していたことも確認されている。そして、エサルハドンの息子で長子の新イディナーパラが死んだ後、弟のアッシュルバニッパルを、アッシリア王にして、兄のシャマシュシュムキンは、 バビロニア王にするという決定を行ったのも泣きアだった。泣きアは息子のエサルハドンより長く生きた。エサルハドンが紀元前669年にエジプト遠征の途中死去するとセンナケリブの死後に起きたような混乱を回避するために王子たちや軍人を集めてアッシュルバニパルへの忠誠を再度制約させている。この時の制約文は王以外の名で発布されたものとしては 唯一のものである。アッシリアの王セナケリブの王妃、アッシリアの王エサルハドンの母、ザクートゥが、彼と遠いの兄弟シャムシュシムキン、及びシャマシュメトゥーバリット、並びに、他の兄弟、王家の子孫、有力者たち、知事たち、夕お及び他の宮手人たち、王の取り巻きたち、免税者たち、王宮への出入りを許可された者たち、アッシュルの土地の住民、老いも若きも、 との間に交わした忠誠の制約である。しかし、これをもって、泣き屋が極めて例外的な存在だったとみなす、見解は、必ずしも、正しくない。現存するエサルハドンから、泣き屋への手紙の一つは、王の母君への王の命令と書き出されており、内容としては、アモスという家臣について、私も王の母君と同じように命令する。言われた通りでよろしいとあり、泣き屋が、 自分に従わぬ家臣を王の権威によって従わせようとしてたことがわかる。泣き家の権威ないし権限が王に及ばないものであること、そしてそれで生じた問題を王が解決しようとするぐらい親子関係が良好だったことが伺える。新アッシリア時代を通して王妃は単なる王の配偶者でなく公的役割があった。泣き家の自責が特に可視化されているのは長期間。 公職としての王妃にあった、などの例外的状況によるものと考えられる。アッシュルバニッパル及びシャマシュシュムーキンの治世中もナキアは、彼らを貢献し続けた。シャマシュシュムーキンはアッシュルバニッパルより年長であったと伝えられ、自分の地位に不満を持っていたと考えられるが、10年以上に、わたってアッシュルバニッパルとの決定的対立は、生じなかった。 この兄弟の対立が表面化しなかった理由には、泣き屋の貢献の存在があったかもしれない。だが、彼女も、レーと共に政務に着くことが困難になるや二人の、兄弟の対立は表面化し、紀元前652年兄弟戦争が勃発した。この戦いで、シャマシュシュムーキンは、破れ戦死に追い込まれることとなった。その後、泣き屋も死去した。ありがとうございます。